よいしょ、帰ってきました。今日はね、もう半額割引がなかったのでちょっとお高めになっちゃいましたけど、作りました。夏の終わりにタコライス、見てこれ、もう爆盛り爆盛りタコライス、ほぼ野菜です。ご飯は一人前しか入ってないです。でこっちに、ね、春雨スープ、あと食べようかなと思って、これを今日は食べてね、来たと思います。いやこれ3人前入ってる、あのタコスが全部入れちゃった。だって後で食わねえんだもん、野菜なんて残してもしょうがないしさ。野菜もどんくらい買っていいか分かんなくて、これこういうのってねえ、辛いソース、タコス大好きなのよ俺。食べちゃいたいと思います。よし、この辺りから、じゃあね、うん、野菜、野菜だね、やめちゃおう。ダーン、今日は一番搾りでいきます。よし、今日はね、つまみじゃないからちょっとずつ飲もうかな、気しないで。よし、あー溢れてきた、あー浅草のあの建物みたいになっちゃってる。オッケー、いいや、泡だらけだっけ。たっぷりかけちゃおう、辛いやつね。よし、いただきます。うん、うん、まどうしてみた、うまいっす。もうこれ野菜だよね、ほぼ。辛いの全部いっちゃう。うまい。野菜が多いんだよね、これ。
まっ。タコスなんでね、ビールにしましょうね。よいしょ。タコスたまにマジ食いたくなるんだ俺。すごい。夏が終わりだね、もう。なんで爆盛りになっちゃうのこれ。カロリーはそんなないはず、野菜ばっかりで。トマトがね、2つ入ってる。2個、うん、うまっ。よいしょ。スーパー温めてきた、あれね。うまそう。まあ、野菜がたっぷりなんだよね、これ。ねえ。
まっ。野菜たくさんだから食えるね。腹いっぱい、ごちそうさまでした。今日は食う動画でした。パワー全開、また明日で、うっす。